どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回のテーマソングはまさに今の時期歌いたい曲、いいですよ。これはですね、もう魂でスピリットで歌い上げたい曲、こちらです。ドン、坂本冬美さんの夜桜お七、こちらをですお届けしたいと思います。演歌とウクレレってめちゃくちゃ相性いいんですよ。ガズレレではね、もう今まで相当な数の演歌の曲を取り上げていているんですけど、今回はですね、もうさらに今の時期さらに輝く曲取り上げてみますよ。はい、これはですね、なかなか奥が深いことになってますけどね、いつものようにじっくりやっていきましょう。2バージョンでやっていきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、これはね皆さんぜひチャレンジしてください。もうスピリット入れてやってくださいよ。後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンはね、いろんなリズム、ちょっと抑えづらいコード出てきちゃうんですけど、怪しげなあのちょっとね妖艶な輝き引き出していきましょう。はい、2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube でチャンネルではですね、今まで音楽私興味あってやってみたいんだけど、全然チャンスがなくてやったことないんですという方とか、もう楽器に何回もチャレンジしたんですけど、私も挫折しちゃってダメでしたみたいな方が、あっという間にですね、このちっちゃいウクレレ弾いて歌う、弾き語りができるよというプログラムがあるんですよ。これめちゃくちゃわかりやすくて、今もう全世界中の方がガズレレ YouTube で何十万人もね、音楽スタートしております。皆さんもすぐできますよ。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここにリンク貼り付けておきます。ジャンプしてもらって上から順番に YouTube 動画見ながらこのウクレレ触ってるだけでどんな人でもあっという間に音楽できちゃいますからね。はい、じゃあこのプログラムのリンクここに貼りますよ。皆さんここからスタートです。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾いて歌える弾き語りができるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1800曲、いやもうそろそろ1900曲ぐらいになると思いますね。たくさんとにかく取り上げております。皆さんの好きな曲もあると思います。曲名スペースガズレレみたいな感じで YouTube で検索してもらうといっぱい出てくると思われます。皆さんどんどん音楽を聴くからやるに変えていきましょう。さあ早速やってまいりましょう。今の時期さらに輝く曲、坂本冬美さんの夜桜おしいち、ガズレレシンプル簡単バージョンの方からやってみます。 1,2,3,4
坂本冬美さんの夜桜おしちガズレレレシンプル簡単バージョンゆっくりやってみました。なんと言うんでしょう、この拳を回したくなる。でもね、これなかなか歌難しいですよ。まあ当たり前ですけどね。なんだけどやっぱこう日本人のこう心にトーンとこう入ってくる演歌のあのスピリット、気持ちがいいんですよ。なぜかもうね、ほんと歌詞の内容はもうねすごいですけどね、あのもうなんか桜の花びらがこう舞い散る中で、桜吹雪の中でこう魂込めて夜桜の中で歌いたいです。ひとまずは今のガズレレバージョンで練習スタートしてください。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジになっております。フルコーラスはね、もっとだいぶ長いんですけど、今のところで一応要素的には全部ね、カバーされているので、フルコーラスいずれやってみたいという方、まずはね今のガズレレ版練習してもらって、慣れてきたらコード進行は同じなんで、1番と、1番のコードを書いて2番の歌詞を書き加えて、フルコーラスにもいずれチャレンジしてください。でもね、今も言ったように、まずはね、ガズレレショートバッカットアレンジで全ての バースのところをね、練習していっていただくといいかなと思うんですよね。まずね、ガズレレの動画には歌詞とコード出てますから、練習スタートしてください。で、1個目のゴール設定としては、YouTube の動画、ガズさんと一緒に、同時にね、合わせて演奏できたら1個目のゴール達成だと思います。これだけでも結構ね、なかなか奥が深いことになると思いますけど、はい。できるようになったよという方、どんどん次のステップに行きましょう。次のステップは何かというと、今度はですね、ガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌って、リズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなというふうに思うんですけど、最初から歌詞とコード全部丸暗記するっていうのはなかなか難しいでしょうか。最初のうちは楽譜を見て、楽譜的なものを見て、自分の体にこう落とし込んでいって覚えちゃって、いずれは夜桜を見ながらこうね、桜に語りかけるようにこれ歌う、こんなのがいいと思うんですけどね。まずは楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんでしょうかということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はですね、はい、見て、ガズさんが手書きで書いたこのね、ノート楽譜を見て演奏してきました。もうちょっとしたら、ちょっとここすごいごちゃごちゃになってますけど、これ簡単ですからね、もうちょっとしたらこんな風に楽譜にカメラにね、大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってこうシェアしようと思うんですけど、今、めっちゃいいサービス始まってます。これ、ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた夜桜お七を含むガズが手書きで書きまくってきた今までね、もうすごいストックがあるんですよ。そのもう膨大な数のストックの中から皆さんが、この曲やってみたかったんだよな、これ私やってみたいという曲、毎月5曲お選びいただいて、その曲を即座にデータで皆さんのお手元にダウンロードしていただいて、すぐに練習に入っていけちゃうよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも本当にたくさんいろいろあります。まず毎月2回行われている世界中からのガズクラブメンバーが参加してくれている大合唱イベント、ガズオンというのを毎月2回、これがめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。本当に課題曲を決めて取り組んでいたり、あと皆さんの演奏動画とかアップロードできる場所がいっぱいあってですね、もうなかなか面白いクラブ活動になってますので、ぜひガズクラブご検討ください。あとそれとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもかなり盛り上がってます。このガズレレ大学は今ね、パソコンとかで見てる方、この画面の下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこを押して入っていける、毎月590円で毎週2回のライブ配信による講義があるという大学生活を送ろうということなんですけど、ここではちょっとレベルが高い濃厚なことをやってます。毎週2回のライブ配信で質問し放題、ただいまの課題曲はルパン三世ということで、ね、もう濃厚にもう本当に細かいところまでもうみんなとこうチャットでやり取りしながらやってます。こっちもなかなか面白いんで、ぜひぜひちょっとね、これは初心者の方はちょっと練習してもらって、18ビートのチャットか16ビートを弾けるぐらいの方がおすすめでございます。あとですね、ガズさんラジオ放送してます。スタンド FM という無料のアプリでね、ラジオアプリで聞けるんですけど、毎朝7時半からガズラジという、ラジオ配信をしてます。ぜひ皆さんこっちもね、無料で聞けますんでチェックしといてください。それでは楽譜を見ていきましょう。夜桜お七、坂本冬美さんね、もう、この桜の葉っぱがね、もうね、いっぱい散っております。はい。これ見ていこうと思うんですけど、ちょっとこれ、イントロ1、イントロ2って書いてあって、これね、今シンプル簡単バージョンは、ちょっとね、これイントロの、ここごちゃごちゃいっぱい書いてあるんですけど、これ後で詳しく説明しますけど、かっこいいバージョンではね、これちょっと押さえづらいコードが出てくるフレーズだったんで、ちょっとショートカットバージョンにさせてもらって、シンプル簡単バージョンはこの Am2 ブロックだけをイントロとしております。Am、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 
簡単バージョンでちょっと違いがありますんで、簡単バージョンは Am を2ブロックやって歌に入っていきました。こんな差があったりします。そしてですね、あとこっちはコードはずっと一緒か、あのね、ここでですね、ちょっと見てもらいたいんですけど、フレーズ1って書いてあって、ここに書いてあるんですけど、ちょっと読みづらいんだけど、 A シャープマイナー7というコードがあって、これがちょっと抑えづらいんですよね。で、これがですね、この A メロのとこっていうか、このイントロのとこ
方で出てくるんで、これはね結構かっこいいバージョン、なかなか深いところなんですけど、あとはねコード進行はね、あの今日は全部一緒ですね。そしてね、キメもいろいろ入ってくるんですけど、ひとまずこんな感じで今映しておくので、ゆっくり一時停止してあの書き出してもらうのがいいと思います。それか今、ちょっと紹介させてもらったガズクラブで、このガズの手書きノートそのままデータでダウンロードするのもおすすめです。ガズのノートの特徴はこの V とか上に、文字の上に書いてあるこの点でですね、リズムがわかる。あとこの言葉を伸ばしているところとか、こういうことのタイミングもですね、歌詞カード見ることが だけじゃわからない情報がたくさん詰まってますので、おすすめでございます。はい、ダウンロードできる方はダウンロード、あと時間ある方はこういうの書いてもらうといいと思います。で、今も言ったんですけど、ここの2行なんですけど、ここ、フレーズ1って書いてありますね、フレーズ1。ここはですね、ちょっと面白い弾き方、かっこいいバージョンではやります。今のシンプル簡単バージョンは、はい、これを4つ弾いて弾いていったということになります。はい。でね、このイントロのとこからこの間奏にかけて、リズムがちょっと変わるんですよ。ちょっと速くなります。ここがこの曲調の、曲の、特徴ですね。展開していくというふうによく言いますけどね。はい。ちょっと見ていきましょう。これ6ブロックあります。1、2、3、4、5、6ブロックは、はい。でここから桜あの印象的なところで、今日ちょっとこれ小節歌数がちょっと面白いことになってるんで、よーく見てやっていってくださいね。なんか一応全部収まってるように見えるんだけど、ここからまた桜が始まったりとかするんで、このノートに書くとちょっとこんなムードになりますよということなんですけど、テロップを見てちょっと確認していただくのもいいと思います。一緒にね。はい。そしてちょっとここ見てもらうと、はい、ここ F って書いてあって止まるなんですけど、簡単バージョンはこう F で止まったんですけど、ここはかっこいいバージョンではですね、ちょっとキレみたいなフレーズを入れてかっこよく決めていこうというふうに思います。はい、そしてここに行って E7 で伸ばす、はい、夜桜おしちと言って間奏をちょっと挟んで、はい、ここがもうあの有名なサビなんですけど、ちょっとここ見てもらって見ます。丸1、丸2って書いてあります。ここね、サビ2回繰り返すんですよ。1回目に出てきた時はここ弥生の空に、2回目ここでまた繰り返すんですけど、1回目のサビが終わったらここ間奏をちょっとやって、もう1回サビ戻ります。ここに戻る。そして2回目に来た時はこっちにさよならあんたになるということですね。あとは一緒の歌詞ですね。でここまで行って最後 Am で終わったというのがガズレレ簡単アレンジになっております。はい、ちょっとあのテロップと示し合わせながらちょっとやってみてください。はい、それではコード見ていきましょう。今日ね出てくるコードは今回ちょっと場所なくなっちゃったんで、コードネームだけですけど、この赤く囲ってるやつは後半出てくるかっこいいバージョンで説明する。ちょっとひとまず隠しておきましょう。はい、今言っていきます。 Am と C と A7、FDm、D7、G7、E7、Em7。 この Em7 はかっこいいバージョンでちょっと出てくるだけなんですけど、これも入門コードのグループなんで、ここにちょっと入れさせてもらいました。今日ね9つのコードが出てきます。9個ね。はい、9個もコードあるのかと思うかもしれないんですけど、安心してください。これはね、入門コードのグループ、こちらのガズレレ必須コードのグループなんです。こちらのガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループです。入門コード10個って言ったってもう10個もあるのと思うかもしれないんですけど、これね入門コードっていう1個ずつ見たらめちゃくちゃ押さえるの簡単なんですけど、10個いっぺんに覚えようと思うとね頭ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごいいい動画を撮ってます。ここにリンク貼っておきます。この動画を見て10個のコード遅かれ早かれ覚えちゃってください。今日はその中の9つなんで、もう、はい、遅かれ早かれ覚えてしまいましょう。で、このコードを覚えるにもこの曲最適だなというふうに思うよということと、途中でテンポが変わるところがこれ結構キーポイントで面白い展開になってますね。そこら辺のことが簡単バージョンでは注目ポイントかなと思います。あとはもちろん歌ですね。やっぱこの歌の演歌の感じっていうのはね、なかなかね、フィーリングの世界がすごい大事なんです。溜めたりとかいうのを拳をかけたり、ビブラートかけたりとか、そういうお楽しみも、もう最高だと思います。これだから自分で歌わずとも、そういう歌が得意な方にこう、一緒にセッションして歌うとか、そういうのもね、楽しめると思います。はい、歌はじっくり聞き込んで、やっぱ弾き語りっていうのは歌中心ですからね、やっていきましょう。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンではですね、その前半のイントロ部分と前奏のところで、ちょっとね、難しいコードが出てきます。今回初登場で、これ。A シャープマイナー7 というコードです。これはなんじゃらほいということですけど、これね、押さえ方説明します。こうです。ジョン。はい。1フレット全部こうやって押さえる。これ、セーラーとかバレーとか言うんですけど、今回でもこれだけなんで、ちょっとね、皆さんにお伝えしたいのは、見て、こうやって押さえてると、なかなかね、1弦から4弦までこうなっちゃう人多いと思うんですよ。音が鳴らない。ね。
これはですね、一個すごく役立つ動画があります。ちょっとここにリンク貼っとくんですけど、これ A シャープというコードを濃厚解説した時に、この制覇とバレエの押さえ方濃厚解説っていうのも一緒にやってるんで、この動画を見てもらってめちゃくちゃやってもらいたいんですけど、今回この A シャープマイナー7でガズがおすすめしたいのは、人差し指でこうグッとこう制覇といって押さえて、この指一本で1弦から4弦まで押さえた後に、ここでもう一回押さえるの。ほら、中指余ってるじゃん。ここでギュッともう一回ダブル押さえ。そうすると結構皆さん押さえられますよ。ほら、指一本だと相当挟み込む力が必要になるけど、この中指でグッともう一回ダブルでここをグッと押さえてあげると結構ね、しっかり音が鳴ると思う。はい。これを使っていきましょう。前半とイントロの部分のところで。ここの、これがね、怪しい空気をすごい出すんですよ。今日のこのコードはもうね、この曲はこのコードをなくしてはちょっと語れないっていうね、怪しい妖艶な響きを生み出します。使っていきましょう。はい、そして今日弾き方なんですけど、今日なかなかマニアックですよ。今日出てくるリズムはこちら。アルペジオと8ビートのチャとカッティングです。今日はですね、実はちょっとこれ前半部分。かなり難しいですからね。はい。今映ってるこの3つの弾き方。ここでリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚なんですけど、それぞれの濃厚解説レッスン動画がもうそこにすでにアップロードされておりますので、じっくりは長くほど見ていただいてですね、ぜひマスターしてもらいたいんですけど、これね、今日は演奏の中でも決めがいっぱい入ってくるんですけど、このメインのところでもね、サークラ以降でも入ってくるんですけど、まずイントロがやっぱりね、イントロと前奏、ここら辺がかなりキーポイントになるところなんで、ちょっとここから解説していこうと思います。順番でね、まずね、イントロ1、イントロ2っていう風に分けます。まずイントロ1はアルペジオで Am、Am、A シャープマイナー7、A シャープマイナー7、こんな感じでやります。ちょっとやってみます。せーので、ーゆっくりね、でー、ここで、ね、でー、怪しいでしょこれ、この響きよ。 A シャープマイナー7で、ー今 Am ですよ。でーで、はい、中指でさっきも言ったように押さえてあげると結構いける。この怪しい感じがイントロ1。で、イントロ2でね、ここでカッティングが登場します。で、カッティングと Am と A シャープマイナー7のフレーズということで、フレーズ1というふうにちょっとこれ解説しておきたいんですけど、だからテロップに書くときはこうフレーズ1っていうふうに書いておきますけど、ちょっとどんなことかやってみましょう。せーの。これです。これカッティングで止めてるんですよ。音左手で音を止まるでしょ。これウクレレでこうやって鳴らしといて、左手でパッと弦に触れて触るとですね、音止まるんですよ。ほらね、ほら、これを応用してます。あ、間違えた。はい、こんな感じですね。今 E7 押さえちゃった。どうだ、はい、このドーンっていうのがさっき言った A シャープマイナー7になるわけですね。よく見てて、手を A マイナー、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  A シャープマイナー7、こんな感じ。だだどうだ、このタイミングを覚えておいてください。だだだだだだだ、はい、これでメインの歌に入っていくんですけど、ここら辺がね、ちょっと難しいです。これしかも歌うわけですから、ここでね。で、じゃあちょっとイントロから歌の流れやってみますと、アルペジオで終わった後に、せーの。歌入りますよ。赤い花をか、ぷつりと切れた。過ぎてくれるけ、ありゃしない。浮いてけぼりぼけと、ここからコードが変わるんですね。で、Am でフレーズ1の時は、毎回毎回最後に A シャープマイナー7をダッドダダって入れてたんですけど、これ Dm から蹴飛ばしてからは、もう Dm だけで、蹴飛ばして、駆け出す指に血が滲感じていこうと思います。弾き方はカッティングと一緒、さっきのフレーズ1と一緒ですね。これでやっていこうと思います。で、指に血が滲むから間奏に入っていくところでリズムが変わりますからね。指に血が滲み、ワンツースリーフムーで8ビートのチャに入っていく、こんな感じですね。はい、この流れがね、結構このかっこいいですよ。展開していく感じ。はい。で、このまま8ビートで入っていくんですけど、途中でね、ツタタタタタタとか、ちょっとおかずっぽいのあるんですけど、これはですね、チャをやって、チャ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 、間奏の一番最後やってみると、で、
でん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 ここツッタ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 ッ桜みたいな最初チャをやってツッタ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 ッはいテロップもこれ E7 のとこでツッタ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 って書いておきますそして歌に入っていきますこれはですねもうシンプルに疾走感満載の8ビートだけど早すぎないようにしてくださいどんどん速くなっちゃう気持ちいいからねはいで突き進むんですけど途中のところでねね燃えて燃やした肌より白いここで決めが入りますここがねなかなかきなんていうのキーポイントになるかっこいい決めなんですよちょっとやってみようかな要は A メロの後半って感じかな後半の桜桜からせーの桜桜花次だよ浮き燃えて燃やした花より白い花今のところこれもカッティングなんですけどちょっとゆっくりやりますせーの3はいE-7 F カカカカこういうフレーズ難しいんだけどかっこいいんですよねダダダこれですね歌いながらやると結構難しいこれカッティングっていうのは今音を止めてる時にカチャカチャやるんですねダンカカカカダダンカカカ歌いながらせーの花吹雪燃えて燃やした花より白いというふうになるチャレンジしてみてください。はい、そしてこの決めが終わった後もサビが続くんですけど、白い花浴びて私は夜桜をひこの次にもちょっとね感想が入るんですけど、しーここツタッタタはい E7 と A マイナーでツタッタタみたいな感じですね。もう一回夜桜をひちツタッタタ桜みたいな感じです。ただここもちょっと特徴的な決めですね。はい、これをやってまたあとはねサビをもう一回繰り返すという展開になってますんで、そういうわけで、ね、なかなかこのカッティングが今日夜桜保湿では結構出てくるぞということなんで、ですなかなか濃厚で深いことになってますけど、まだ大きくキーポイントを言うとやっぱ前半部分のこの怪しい A シャープマイナー7のとかこの辺の怪しげなところをイントロのスローなところで出しておいて、テンポが8ビートになってからは、キメが、カッティングを用いたキメでちょっとこうシャキッとこう切れ味を出す。こんなイメージかなというふうに思います。ちょっとパートごとね、じっくり練習しながらも、ちょっとね、歌中心で練習していってください。そしてやっぱり今ね、YouTube で僕、この坂本冬美さんのその映像を見たんですけど、いろいろ動画上がってますけど、あの世界観はやっぱりね、すごいですよね。こう頭の中であの景色が思い出されるっていうか、あの怪しげで妖艶ななんか感じ、ああいうムードをやっぱまといながらこう演奏する、やっぱこの季節の中であの刹那を感じながらですね、歌うのがやっぱ感じになるかなというふうに思います。はい、ちょっとじっくり時間かけて取り組んでいく曲だと思うんですけど、気持ちよく演奏できるようにやっていきましょう。坂本冬美さんの夜桜推し地ガズレレ流かっこいい場所やってみる。1 2 3 4でねえねえ ねえねえねえしない置いてけぼりも蹴飛ばして駆けた明日指に血が滲人とは同じ
じこと桜桜花吹雪燃えて燃やした花より白い花浴びて私は夜桜を信じ桜桜坂本冬美さんの夜桜おしちガゼレレ流かっこいいバージョン魂込めてやってみました。気持ちがいい演歌とウクレレね、いいんですよ。ガゼレレでも本当演歌の曲いっぱい取り上げてますけど、妙にこうね血が騒ぎます。日本人なのかな私って。まあそうなんですけど、はい、皆さんもねその魂でこううんこうやる感じ味わっていただければなというふうに思います。じっくり取り組んでいきましょう。皆さんお知らせです。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか。これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ。ガズレレの、楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね楽譜がねいろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で今回この度ね、また40曲の新たなブロックボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃ分かりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけどこのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですねもう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんよりこういうね楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですねもう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上と大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね毎月後半にね予約注文とか受け付けて、まだそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さんさよなら。